你收看的频道是牛奶大师师师师台。Hello， 大家好，我大师。好，我们继续玩那个梦幻模拟战。那因为我大师有集到的十张的圣魔权，那我们一次抽十张吧。然后我们先抽这个快结束的这两个，那先抽启程的勇者好了。那会不会中 SSR 都是完全是命运的安排 ？Go。不是吧？不会没有吧？我一定要重登。好，来，我们继续。好，来，让我中啊 ！SSR， 拜托，好像是没有哦，好像彩色才有。哀怨脸呢？しばらくお世話になります。ルインと呼んでください。リファニー、私の名前を覚えてくれればいいですね。SR就算还可以的嘛，对不对？慣れてないけど。好了，至少一张 SR。お前が俺の新しい役員。不对啊。俺はローガ、ただの傭兵だ。因为 SR 是十连抽必中的。听说这次也蛮累的，你看两只一样的。没关系，有女生就可以了。啊滚啊！男生滚！啊滚！啊女生！可是他啊啊没有卷的了。嘿。背包会不会满啊？英雄会满吗？应该不会吧。啊，好可爱呀、啊！誰が私の魔法書こんなめちゃくちゃに？这样会不会被禁啊？这个身材，两点是金色耶！干啥小？这不是衣服，这是人体彩绘。五妖战。好 H 的穿着，想他去当老婆，丝袜外穿底裤，哎、欸，大家都给赞呢，什么东西呀、啊？哎、欸，这一点还蛮方便，就是你这只角色好不好画，你直接看那个评价，大家也可以知道。虽然大家评价蛮北兰的，那这个嘞，啊，阿角容易突破战。高攻高移动，攻击后可绕跑，可倒带跑，跟索尼亚相比只差没有长距离移动。哎、欸，好像也不错哎、欸。笑わないでください。好きな人のために頑張ってるだけなんです。お姉様を傷つける人。猎人就知道他的好，前期无敌。非洲水上之光。もっと力を入れねえか。这个评价就很少了。欸，这只评价蛮好的。那这个呢？艾尔文第二，光之起源边打边加血，很好用。圣斗士星矢。还蛮像的，一二代主角的祖先也萌萌的。偶尔真的要去补一下《梦幻模拟战》那个原始的剧游戏剧情。好，那就这样，那我们去。OK， 好，那我们直接进下一关吧。突发状况，第一轮强不强啊？四等哦，
还可以放人吗？想说换一个，换几个新人上去吧。好，这样。指揮官殿、戦場の地形に注意してください。地形は兵種にもよりますが、兵の移動と攻撃力や防御力に影響を及ぼします。例えば森の地形では騎兵は地形の影響を受けますが、歩行部隊は全く影響を受けません。また森の中にいる部隊は防御力が上がります。山地ではほとんどの部隊の移動速度が落ちますが、飛行部隊は大丈夫です。同様に山地にいると防御力が上がります。森と山地以外にも様々な地形があります。地形をうまく利用して戦いを有利に進めましょう。さすが英霊のお兄さん、博学なんですね。スコットがいてよかった、頼もしいな。みんな、この森を利用して戦いを進めよう。私の番ですね。あ、ここに行くぞ。俺の出番だ。何かお手伝いできることありますか？等一下。ここに行くぞ。行くぞ。我觉得我也站在那边好了，取消。行くぞ。草地敌 buff， 森林。ここここ。行くぞ。OK。贝克，克兹 ，OK。克兹，对，直接放招式好了。按错。我可以拼远距离打，好痛啊！哦、好痛哦！克制。ここに。这里。俺の出番だ。ほら、これでも食らえ。会不会打我就死啊？死掉会怎样吗？还没试过，应该不会怎样吧？卡片应该不会不见吧？如果不见的话，这游戏开坑了吧？哦，赢了。
国王陛下、国境で魔物が頻繁に出没しているそうです。そのような時期に外遊など。国境線付近の小競り合い、魔物の出没、貿易と信仰の摩擦。早急に手を打ちませんと。下手をすれば戦の火が灯りましょうぞ。心配は無用だ、将軍。司教、この難しい時期にこそ連邦との会談が必要なのだ。要は近いうちに連邦へ赴く。魔物の件は将軍に一任する。原因を調査せよ。は、陛下。では外遊については私めが早急に準備いたします。苦労をかけるな。もう下がってよいぞ。ボタニクス、君に任せた魔女の追跡はどうなっているのか。帝国騎士団は極潰しなのか。大司教、君は成人したばかりの村の若者ごときに随分と執着するな。何か隠していることがあるんじゃないのか。いらぬ詮索はよしたまえ、ボタニクス。それでは失礼する。嵐が来る。そんな予感がする。好，然后体力终于有耗一点掉了，然后感觉再打下来两个应该会升级耶。我打啦，先打。危险！圣骑士卡所表现异常攻击性，不知道发生什么事。有圣魔卷的，然后我们先拿这药。秦王，哇，人蛮多的呢。只能三个人。枪兵、洛奇兵，马就要上去吗？如果是真理，那我觉得把那个这样好了。西卡，西卡，难受，西卡，动不了，西卡，啊，因为他不能动，是不是？攻击西卡。仰せのままに。
ここに。先打你。攻勢のままに。真強的。火球术，吓死我！ここに、ここここ。攻勢のままに。直接就是拖打啊！这样我先被打。ここに。攻勢のままに。打不到，我还有打得到哎，他飞不过去哦。应该是有墙挡住就不行了，你看哦，这是在室内的意思啊。那他怎么可以从里面丢火球术出来？好。攻勢のままに。ここに。慢慢来，不要急。好，飞了。然后直接放招式塔。还没死。等一下，我被他打。可是我怕你们攻击他，先解决他。ここここ。まあ、近づくは近づいてくる敵しか攻撃しないから。距離を取りつつ、気をつけて進んでね。其实不好打哎。何かお手伝いできることありますか？太远了。所以我们这个体力升级是看主角升级吗？好，那这个就顺便打了，其实有点长了。莫名其妙升级，好，应该是看主角啦，主角升级应该就会跟着恢复体力了。好。
那我们再打一个吧。重点就是把他们安全送到。全部任せろ。行くぞ。何かお手伝いできることありますか？他不要跑太快啊！哦，狼这么强啊！気をつけろ。この水獣型の魔物は水の中だとすごく強い。戦うときはまず陸地におびき寄せないとな。わかった。檀木有出现说三个大石头踩住会有宝箱，怎么可能？而且石头是四个呢。克制谁？克制谁？哦。没打死。行くぞ。ここ。よろしくお願いしますね。行くぞ。被挡住。全部任せろ。行くぞ。真的吗？石头踩住会有东西？那怎么隐藏出来？石头也踩不到，踩不上去啊！要骗人啊！可是也就。就飞的人还可以踩在石头上面，其他人是不行的。怎么引他出来了？这样。行くぞ。全部任せろ。ここ。怎么都是火球术啊？蛮强的，克制。想想啊。行くぞ。应该可以吧？赞！停了。发生变化而已嘛，那我要换他。啊，可爱呀、啊！
好啦，这集到这边结束了。喜欢我们频道，欢迎频道随后方图片按下订阅，右下角订阅按钮，为您将这个打开。这样子，我更新影片，你就能收到通知喽。谢谢大家，拜拜。